皆さんこんにちは、武田塾の高田です。今回も武田塾の卒業生の生徒さんが来てくれてます。じゃあ自己紹介をお願いします。武田塾長崎校から参りました広重です。春から横国の都市科学部の都市社会共生学科に進学します。じゃあ広重さんよろしくお願いします。よろしくお願いします。広重さんは、九州の武田塾長崎校に通ってて、で、はい、横浜国立大学に合格したと、はい、で受験の方法がちょっと特殊やね。そうですね、総合型選抜って言って、はいはいはい、書類審査と小論文と面接とあと三次試験の共通テストで合格した形になります、うん、なるほど、まあ、推薦入試ね、はい、そこで合格したっていうのでかなり貴重な結構役立つ人が多いんじゃないかなと思ってお話聞いていきたいと思います、はい、よろしくお願いします、はい、よろしくお願いします。広重さんが武田塾長崎校に通い始めたのはいつ頃ですか？1年の夏ぐらいからです。あ、はい、そこそこそこ。でその時の成績の状況とかを教えてもらっていいですか？恥ずかしい話なんですけど、はい、学校であった年4回の定期考査のうちの、はい、4分の3か2ぐらいで数学で赤点を取ってまして、はいはいはい、国語とかは良かったんですけど、うんうん、数学がもうどうにもならないっていう、あの先生のお慈悲で進級させていただいたっていう、ね、学年順位とかもすごい下も下ですね。そっかそっか、はい、でそっからじゃあ横国合格やから先生たちもまさかみたいな、うん、そうですね、びっくりしたと思いますね。あ、なるほどね。共通テストの点数が絶対必要やもんね。はい、で共通テストではトータルでは何パー取れたんですか？大体 64%580 くらいです、うん、十分推薦入試だったら戦えるパーセンテージが取れたってことやね。はい、赤点常連からそこまで伸ばしたっていうのがねちょっと気になるんやけど、それは武田塾の力もあってってことなんかな？そうですね、お世話になりました。あ、なるほど。じゃあどうやって点数伸ばしていったかちょっと順番に聞いてもいいですか？はい、数学はまず高1の夏ぐらいまでずっと平方完成がまずできないっていう。お、4月に習う。そうですね、一番初歩の初歩やね。だからまずはもう本当に薄いすごく簡単なテキストから、うんうん、もう数学をゼロから学ぶ気持ちで数 1A からずっと学校で数 2B をやっててもずっと数 1A からやり直しをしました。どんな本使ってたんですか？直接書き込む優しい数学の音っていうやつで、 1A2B って4冊あるんですけど、うん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 、あれは全部やりました。赤点連発ってことは、はい、なんか数学をそもそも理解するのがめっちゃ大変やと思ったんやけど、はい、どうやって吸収していったの？まず前提で予習があって、うん、で私は1年生のとっても不真面目だったので、うん、予習すらやってこなくて、でも先生はちょっと見捨てずにちゃんと教えてくださって、うんうんうん、これってこういうことなんだよ、うんうん、この公式があるからそれを変形してこの公式になるんだよみたいな、うんうん、そういう本当に基礎の基礎から教えていただいて、なるほど。あと個別の時にめちゃくちゃ教えていただいて、うん、なるほどなるほど。授業しない塾って言われるんやけど、うん、分からないところは普通に聞けば先生一生懸命教えてくれるよっていう ね。逆になんか授業あるところよりも一対一だからここ分かってないんだろうなみたいなところを重点的に教えてくださるので大正解だったかな。なるほどなるほど。そこそこ。どうやってこう身につけていったんやろ？もう本当にめちゃくちゃな数解いたと思います。高3の時の話なんですけど、うんうん、ログの計算が、はいはいはい、高3の夏とか秋とかまでずっと苦手だったんですけど、指数対数のとかね。そうです、うん、でそれは、計算ノートみたいな、はいはいはい、をログのとこだけ引っ張って先生が引っ張ってきてくださって、うんうんうん、じゃあ個別の前にこれ解いといてねみたいなので練習したり、本当に数こなしたのかなって感じです。なるほどなるほど。なんかその計算に使った本とか覚えてる？受かる計算とか、うん、あ、そうですね、受かる計算、受かる計算で、それで苦手な計算も克服したみたいな、はい、なるほど。そっからじゃあどうやって共通テストの入試問題を挟んだの？生鮮基礎問、あの緑のやつ、基礎問題成功か、そうです、を一回挟んで、はい、あれをやってで、うん、一回共通の問題に行ったんですけど、はいはいはい、解けなくて、本当に青チャートの基礎のところだけをちょっとやらせてもらって、追加でやろうってなったやん。どうでしたその結果？チャート一回やった次の模試で、大体6割とか乗ってきて、で、そこから大体5割以下はもう取らない感じになってたかなっていう、うんうん、すごいよね。だって赤点から普通に共通テストの問題が6割ぐらい解けるんやもんね。そうですね、大成長だよ、ね、自分でも感動しましたね。解けてる私みたいな、はい、なんか特にどれがポイントやったなって思いますか？やっぱり演習量は大事だったなって思いますね、うん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 、今までの勉強だとその中学以前とかも含めて、はいはいはい、その量はこなすけど解きっぱみたいな、はい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 、解いて丸バツつけて終わりだったんですけど、うんうんうん、先生と一緒に丸バツつけていくことで、うん、なんでバツだったの、うんうんうん、どこが間違えたのみたいな、うんうんうん、で何が足りなかったのっていうのをちゃんと一個一個丁寧にさらえたっていうのが良、うん、かったかなって思います。なるほど、そっかそっか。他の教科で特にこの教科も頑張ったみたいなのもあったら？武田塾でお世話になったのは、うん、数学国語英語だったんですけど、うんうんうん、古典漢文をサボりまくって、うんうんうん、
3年上がった時に、うん、助動詞ってなんだみたいな、形容詞と形容動詞の区別がつかないみたいな、一番最初のやつよね、うん、だったんですけど、ちゃんと先生に教わって、うん、本番は162点取りました。おー、8割、はい、すごいね。なるほどね。で、他の教科もちゃんと点数取れて共通テストをクリアできたと。英語も多分20ぐらい伸びたんかな。おー、はい、そうですか。なんか勉強面で他まだ言いたいこととかあったら、うん、単語は本当に大事なのと思います。英語、英単語は大事です、はい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 、3年間シスタンずっとやってたんですけど、うんうんうん、1年半ぐらい最初サボってて、でもやっぱり単語がわからないと解けないから問題って、っていうので結構痛い目を見たので。なるほど、早めにやろうと、はい、早めにやった方がいいと思います。なるほどね。まあ、総合型選抜で受かってるから共通テストの点数以外にも書類審査と小論と面接を突破しなきゃいけないよね。書類審査ではなんか活動とかを書くんかな。自分はその学校でやってた探究の活動をちょっと、うん、ほいほいほい書いたのと、あと学習計画書っていう大学で何をしたいかっていう書類の2枚を書きました。どんな活動をしてきて、どんな学習計画書いたのか説明してもらってもいい？探究の方は、ビファーレン長崎っていう長崎県にサッカーチームがあるんですけど、そのスタジアムが移転するんですよ、今度。で、その今まで その駅からそのビファーレンロードっていうんですよ、そのスタジアムまでの道をちょっと前の方々の地域の方々の思いも継いで、そのさらに発展させた形で、その新しい長崎駅から新しいスタジアムまでつなごうっていうのを実際にビファーレン長崎さんに提案させていただいて、高校生やのに、そうですね、大人の人にもう聞いてこうした方がいいですよみたいな、そう、これどうですかっていうのを提案させていただいて、それを書きました、ね、なので、その学習計画書には結構日本の文化とか歴史とかに興味があったので、その文化とか歴史を守りましょうっていうのを主眼を置いて、この先生とこの先生のもとでこういうことを学びながらやりたいですみたいな、教授の名前も書いて書きました。それ調べたんだ、この横国にどんな先生がいてどんなことやってるかとか、はい、で先生方論文出されてるので、その日本語論文とかはいくつか読んだりしましたね。え、小論文は武田塾の先生にもちょっとお世話になって、ほいほいほい、添削指導とかはしていただきました、うんうん、なんかどういう指導が役立ったとか、論の展開の仕方、うんうん、まあ、私本当に上手じゃなくて、ずっと自分の意見を淡々と述べていくみたいな小論文だったんですけど、ちゃんと自分の意見を述べて、ちゃんと例を述べて、反対意見とそれに対する意見を述べてみたいな、ちょっと一般的に理想とされる小論文の形には割とできたんじゃないかなと。なるほど。で、そうやって突破したと。はい。なんか振り返ってこれが生きたなみたいな自分で思うこととか何かありますか？武田塾の先生方に勉強とかに飽きてたりも嫌だなって思っても、ちゃんとやりなよって言ってくれるこの環境があったのが、ちょっと自分にはとてもプラスだったなと。一番なんか思い出とかありますか？なかなか数学とか点数伸び悩んでて落ち込んでた時とか、先生が三ツ矢サイダー差し入れてくださったりとか、であと初めて国語がなんか160点台に乗った時、ねぎらいでそのジュースとかね、ちょっとしたものを差し入れてくださったのがちょっととても心に残ってます。二人三脚じゃないけども、はい、成長ずっと見てたくださった方が自分を褒めてくれるっていうのが、自分はとても嬉しかったですね。お話聞いて広志さんは僕すごいなと思ったのが、まず横国の推薦を受けようと、そのリサーチ力、あとそういう教授を調べたりとか、であとちゃんとその数学の苦手を克服したっていうところ、あとその自分たちで高校時代から地域に提案したりとか、特殊な活動を頑張ってたところ、この3つが多分横国合格の要因なんだろうなっていうふうに思いました、はい、で多分勉強苦手でもなんか本当に私これが得意みたいな頑張ってる子とかって多分全国にたくさんいると思うんですよ、うんうん、でそういう人って自分にハマる入試を見つけて、あと勉強苦手でもしっかり広重さんみたいに苦手を克服していけば、国公立の推薦とかだと本当に受かる可能性全然あるってことだよね。そうですね、来年からはなんか取る枠が増える、うん、さらに横国、横国っていうか全国の国公立大学が全体の中からこれだけ推薦で取りましょうっていうのが決まるそうなので、うん、なるほど、はい、ぜひチャンスチャレンジしてみたらいいと思います。わかりました。じゃあね、推薦入試狙ってる人はこの話参考に頑張ってください。じゃあいろいろ教えてくれてありがとうございました。こちらありがとうございました。